テイク2です。さっきの続きで、今、証拠を取ってます。まあ、さっきも説明した通り、本当に、県外で電波の届かないところで計測しています。で、電池パックを使用してますので、車からのノイズの影響はないです。ゼロです。それでも出てますね、やっぱり。こんな感じで、波形が。ね、足の裏に今電磁波を打たれてるんですけどね。ちょっと顔にもちょっと打たれましたね、今。ちょこちょこって。まあ。まあね、あれ、そうかの、そんな集団ストーカーなんてね、なんだか日本の鳥だかね、日本をこう支配するだかだってかね、そんなのが根底にあってやってるみたいなんですけどね、な、電磁波の内容がね、下品ですからね、そういう、暴力の内容がすごく下品ですからね、はっきり言って、程度が低くてね、稚拙で。だからね、幼稚園児がね、この装置をね、手にしてやってるのと、そう、大して変わらないですよ。だからね、もう、手組んでる人たちはね、手組むことでね、かえってビジネス面だとかね、社会的な信用面でもね、そういうね、利益よりも損失をね、被る方がね、多いですからね。そんな連中の舵取りをしてるね、ね、組織さんがね、そうかだけど、手切っていきましょうね。まあ、より良い世の中にね、みんなが平和に楽しく穏やかに暮らせるようなね、世の中にな、なればね、みんながね、裕福になりますからね、一部の人間だけが裕福だになるような今のシステムじゃなくてね、みんなが裕福になれるようなね、そういうふうにね、世の中になってきますからね、集団ストーカーのね、やってるような公安ね、公安だのね、そうかだのね、もう、見限っていきましょう、ね、頭に今電磁波打ってきましたけどね、チクーンってね、頭をかかせる。まあ、程度が低いですよっていう証明ですよね。まあ、そんな連中ですから。